はい、茨城県水戸市内原駅に到着しました。私この電車今ね左に出発しました。電車品川駅から約2時間乗っておりました。まるまる寝てたわけではございませんが、まあいい睡眠時間にはなりました。そして内原駅前回、1回来たことありますね。ちょっとなんか予想語彙が変わりましたね。こんなんでしたっけ。いや変わったよね。変わった。お、愛傘ここにもあるんだ。駅の位置変わったじゃん。京城駅舎にするのかな。ここに多分駅舎が前ありましたよね。映像撮り直しをねしようと思ったんですよ。ちょっと手ぶれが多かったんで、なんですけどちょっと貴重な映像として残しておきましょうね。そうだよ、ここにあったんだよ。はで、今日もこれイオンモールに行きたいと思います。前回来たのいつだったっけな。いや去年の本当に今頃、いや去年の9月なんで、まあ、約1年前ということで、映像ではいつ公開したか分かりませんが、いやこんな変わると思ってなかった。線路に沿ってねずっと行けば着くんですけれども、どうだったかね。もうこんなに何もないです。いやまた次来るときは変わってるでしょうね。あっちも向こう口、何口かちょっと分かりませんが、南口かな、もう作るんでしょうね。いや変わりますね。朝がね超寒くてですね、まあ恒例の薄着で、寝ましたので、それで寒かったんですけども、今すごくじわっとしますね。さて今日も忙しいです。3箇所巡りますよ。そして帰ります。今日はね初めて秋の乗り放題パスを買ってみました。3日間で7000いくらでしようね。内原新道踏切、ケーズ電機やっております。一応内原駅からこのイオンモール水戸内原まではバスが出ているようです。全然遠くはないんですが、まあね雨の日とか暑い夏はバス乗りたくなりますね。いくらだったか忘れましたけれども、今線路沿いに来てもいいんだけれども、入り口はこっちじゃないんですよね。
これは北だから北側、あの線路の北を今歩いてるはずなので、前もねこっちから入る子いたけどね、バイトの子でしょうねきっと。うん、こっちから入る人って絶対従業員だよね。みんな入ってってる、あそこから。バイトの方はいいね。あの、バイトでっていうか、ね、従業員用入り口がね、めっちゃ遠かったらほんとね、遅刻しちゃうもんね。まあ、早く来いって話なんだけれども。やっぱりこのくらいの地域になると、電車の時間も限られてますんでね。一本逃すだけで大遅刻ってなると思います。いや、時間に余裕持てっていう話なんですけど。でこの左側もイオンの駐車場ということみたいですね。車はあれだね、水戸ナンバーが圧倒的ですね。そんなたくさん見てはいないですけれども、でも中にはつくばとか宇都宮、土浦もありますね。そしてバス入っていきました。あれが駅から出てるっていうバスかな。そしてようやく着きます。あれ、あ、みんなショートカットしてんだ。なんか私、真面目に来たよ。お、シネマ早朝上映入り口。ちょっとめんどくさいので、もう中入っちゃいます。では、到着しました。行ったことなかったけど、イオンの北側ですね、正面玄関の方。すごいね、こんな平野が広がってたんですね。平野って言っちゃ失礼。方面、笠間方面、水戸方面が2車線右折、笠間方面がまっすぐと左になってますね。あの駐車場の出口が入るのは1車線ですね。3階のフードコートのテラス入り口がありますね。なんとか走って着きました。駅舎じゃなくて前の階段か。なんか正面玄関から行った方が近いかもしれない。後に下がってって言うんだ。上の雪、ここ何かするね絶対。ここがね、なんだろうね、やっぱり。でもあれは後なわけないよね。ここに、あ、ここにこう降りてくる階段があったんだね。なんとかギリギリ間に合ったということで、内原駅今は絶賛工事中ということで、次回また来たいと思います。完成しているでしょうね、それかもっと進捗しているか、楽しみにしてまた来たいと思いますので、内原駅ありがとうございました。では
これ常磐線上野行きに乗って次の目的地向かいたいと思います。結構乗ってるよ。お目当ての席は、あれ、ボックスない、最悪。